さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし1212121212全体ダメですよ、伊予さん。最初は手錠先輩をいつも無視してるじゃないですか、図に乗るから。わかってるんだけどね、ランコちゃん、なんだか今日はチラッとちょっと見ちゃうのよ。だって見て、完全にあのポールすら掴んでないんだもの。確かに。何よりまさか道具を用意してくるなんて思わなかったですね。ちょっと先輩、そんなのどこから持ってきたんですか？なんだランコ、気になっちゃったのか。お前も一緒にやるか、このポールダンス。いえ結構です。あと先輩、回るのやめてもらっていいですか？私ちょっと目で追っちゃうので。こらこら、お前たちサボってないで、仕事があるぞ仕事が。何ですか権力さん、もしかしてそんなに僕に会いたかったんですか？こら手錠やめろ、近いだろう。壁際の権力さんってなんだか燃えますよね。意味がわからないし、せっかく久しぶりに外で喋ろうと思ったのに、なんでこっち連れてきたんだよ。手錠、あとお前最近ニンニク食べただろ、なんだか匂うぞ。そんな権力さん、恥ずかしいですよ、僕の口の中まで全部知るなんて。知りたくもなかったんだけどな、知ってしまったな、この距離なら。はあ、まあいい、とりあえずその講習チェックの流れで仕事の話がしたいんだが、二人も呼んできてもらえるか？その流れで仕事の話って、権力先輩、もしかして誰が一番キスがうまいかとかやるんですか？もういいから、さっさと二人を呼んでこい。さっき本部から連絡が来てな、毎年秋頃にやっている秋の取締り強化運動キャンペーンを開催することになった。先輩、秋の取締り運動って何ですか？多分あれじゃね、芋とか栗とか拾いに行くんじゃね。そんなわけないだろう、何秋の味覚楽しもうとしてんだ。まとめて言うと検問だ、検問。アルコールを摂取していながらも運転をするような飲酒運転をしている人たちを摘発するんだよ。ああ、なるほど。だからさっき俺の講習チェックとともにこの流れになったわけですね。権力さんと手錠先輩って毎朝講習チェックするぐらいの仲なんですか？権力くんも意外なフェチを持ってるわね。そうなんだよ権力先輩、毎朝今日は俺の匂いを上書きしてやるとか言っちゃってさ。まずはお前らを取り締まった方が良さそうだな。それで権力さん、どこで検問するんですか？ちょうど交通量の多い交差点のところ、コンビニの前らへんがいいかな。コンビニの前ですか？やったー。あ、絶対先輩マミさんに会いに行こうとしてる。よし、そうと決まれば早く行きましょうよ。よし、こんな感じで大丈夫ですかね。なるほど、ここでじゃあ一般の人たちに車を止めてもらって、あれですよね、息を吐いてくださいとかやるんですよね。手錠先輩、ちょっと飲んじゃったけど、まあバレないだろうと思ってなんとなく運転してみたら、検問にぶつかって飲酒運転がバレた時の気持ちいかがですか？ほんのちょっとの気持ちで周りに迷惑をかけてしまって、会社もクビになってしまって、俺の人生積みました。ちょっとあなたたち二人とも大人のおままごとはやめなさい。はい、止まってください。止まってくださいよ、止まって、止まってって言ったのに。めちゃくちゃパトカーに突っ込んできたんですけど、大丈夫ですかこの人。はい、そこの車も止まって、止まってくださいよ、止まってって言ったのに、オラオラってやばすぎでしょ。権力さん、ここの街の人やばすぎませんか？だからこその俺たちの仕事だ。ほら、ちゃんと運転手の人たちに検問するんだ。はい、それじゃあ皆さん、飲酒運転のチェックしますよ。ちょっと待ちなさい、そこの人、どこに行くんですか？逃げても無駄ですよ。もう逃げたっていうことは罪を認めてるようなものですよ。はい、じゃあこのマイクに向かって息を吐いてください。わかりました、観念します。はあ。ピピピ、くちゃい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 。あなた、もしかして昨日餃子100個ぐらい食べましたね？それ以上言わないでください、恥ずかしい。いや、ちょっと権力さん、車引いた人も追わなくていいから、こっち戻ってきてください。はい、じゃあ次、そこの男性の方、マイクに息を吐いてください。はあ。ピピピ、社会不適合者、社会不適合者。
何この感知器、ちょっと失礼じゃないですか。一生懸命働いてるのに社会不適合者だなんて。おかしいと思ってたんです。なんでサラリーマンの人が軽トラックに乗っているのかって。それは会社からの命令で工場から荷物を持ってきてくれって言われたんですよ。それはつまりあなたが仕事できなさすぎて会社から荷物運びならできるだろうと思って雑務を任されてるってことですよ。ランコ、お前何言ったんだ。私はただマイクの感知器の通りに喋っただけですよ。意外とこっちの車線車通んないっすね。あ、先輩見てくださいよ。検問のところの手前でコンビニに寄って行ってる人がいますよ。それは怪しいな。よし、仕方ない、コンビニの中までちょっとチェックしに行くか。そんなこと言ってただコンビニに寄ってマミさんと話したいだけのくせに。うるせえな。ほらちゃんと感知器持っとけよ。なあなあ、いいだろ、連絡先ぐらい教えてくれよ。俺すっげえ金持ちなんだぜ。すみません、お客様、困ります。警察です。ちょっとお兄さん、お話よろしいですか。なんですか。僕は普通に買い物してるだけですよ。おいランコ、例の物こいつに差し出せ。先輩、どっかの組長みたいになってますよ。すみません、お兄さん、ちょっとこのマイクに息を吹きかけてもらっていいですか。このマイクにですか。わかりました、じゃあ行きますよ。はあ。ピピピピピピ、こいつ嘘つき嘘つき、あの車もレンタカー、そんなにお金持ちじゃない、なんだったら普通にアルバイトアルバイト。なんだよこれ、やめろよ、恥ずかしいだろう。ただのアルバイトの分際でマミさんに連絡先を聞こうなんて100年早いぞ小僧。おまわりさん、この人怖いです、助けてください。おまわりさんに脅されておまわりさんに助けを求めるって何。手錠さん、ランコちゃん、助かりました。いえいえ、たまたま検問してるとこだったんでタイミング良かったですよ。てか今日コンビニめっちゃ荒らされてんな。マミちゃん、ちょっと悪いんだけど、一応これもお仕事で、マミちゃんにもこのマイクに息を吹きかけてほしいの。ランコ、別にマミさんはいいだろ。ダメですよ、これもお仕事の一つなんで。じゃあ行くよランコちゃん。はー、ピピピピピピ、天然男たらし天然男たらし、本人は自覚がないけど大体の男が胸につられてる。マミさんごめんなさい、そのマイクちょっと調子が悪いみたいなんで、また今度違うマイク持ってきますね。おいランコ、うすうす気づいてたけど、あれなんだよ、嘘発見器みたいなやつかこれ。そうですよね、私もなんか途中から完全に飲酒運転の検問じゃないと思ってました。冷静にこの3人特に悪いことはしてないよな。そうですよね。ひっか、おいおい、何をしとるんじゃ、車が通れんじゃろうが。ああ、すみません、今検問中なもので。検問そんなもん必要ないじゃろうが、誰がアルコール飲んで運転するやつがいるんだ。いや、めっちゃ酒臭いけど絶対お前飲んでんだろう。ああすみませんが、じゃあチェックさせてもらいますね。あー、なんじゃ、これで歌えばいいのか。あー、もうじゃあ息を吐かなくてもいいから歌ってくれて構わないですよ。わしは普通のご飯より砂糖のご飯が好き。ピピピピピピ、アルコール度数100、アルコール度数100。あーすみませんが、ちょっと交番まで来てもらいましょうか。なんだ君失礼だな、私が飲酒運転しているっていう証拠でもあるのかい。はい、たった今証拠出ましたよ、気づかなかったんですか。でも良かったですね、検問を行ったおかげで特に事故につながらなくって。でも権力さん、このマイクやっぱりちょっとおかしいと思いますよ。権力さんも一回使ってみてください。何がそんなにおかしいって言うんだ。はあ。ピピピピピピ、この人同僚のイオさんのこと大好き大好き。なんだこのマイク、ちょっと調子が悪いみたいだから俺が本部に返してくる。ランコちゃん、そのアルコール探知機ちょっと不良品みたいだから私が回収しておくね。ある意味この二人にはうってつけの探知機だったかもな。そうですね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。